それでは次にですね、まあ、同様の話でそのじゃ1変数多項式の乗算についても今の方法が使えますので、まあ、その話を紹介しておきます。これは基本的な方法は整数の乗算の場合とほぼ同じでして、まあ、fx と gx という2つの1変数多項式を、まあ、積を取りましょうということなんですけれども、今はですね、次数としては2のラージ n として2の n 乗というのを取っておいて、で、多項式の次数としてはこの2の n 乗マイナス1以下ですねの多項式の乗算を考えます。でこの時に、まあ、やはりその変数 x に関して、まあ、上位の部分と下位の部分にこう分けて表すわけですね。で例えば fx ですと、まあ、上位の部分を項を工事の項ですね。x の n 乗以上、ラージ n 乗以上の項を f1、それから、定時の項を f0、それから、まあ、gx に関しても、ラージ n 乗以上の上位の工事の項は g1、それから下位の定時の項を g0 というふうに表します。で、そうしますと、その fxgx を計算しようと思いますと、やはり、この下の行にありますように、まず F1 と G1 の積ですね、それから F0 と G0 の積、それから F1-F0 と G0-G1 の積に F1G1 と F0G0 の積を加えたものと、こういうその3つのグループの計算に分けることができます。ということで、一応アルゴリズムの形で書いておきますと、入力としましては fx と gx なんですが、次数は2の n 乗ですね、2の n 乗をまあラージ n と置いておきまして、で f1、f0、g1、g0 の次数がどれもまあ n、ラージ n 以下であるという形で、その中でまあ fx、gx の積を出力するというアルゴリズムになります。でまあ、その計算の内容なんですけれども、まずステップ1ではこのラージ n が1の時ですね、ラージ n が1の時というのはとラージ n が1ですから、スモール n が、ラージ n が1、スモール n が0ですね、0ですので、その時には通常の多項式の積を返しなさいと。でまあ、そうでないときには、分割したですね、その F と G それぞれを分割した結果に対して、空壺の乗算を再帰的に適用します。で、まあ、F1、G1 の積をまあ A と置きまして、F0、G0 の積を B と置きまして、それから F1-F0 と G0-G1 の積をまあ C と置きましょうと。で、最後は、その3行目にありますように、その A の多項式に、まあ、x の 2n 乗をかけると。それから、まあ、a プラス b プラス c の多項式に x の n 乗をかけると。それから最後にこの b の結果を加えるという形で乗算が進みます。であと計算量に関しても先ほど の整数の場合と同じように評価することができます。で、まあ、ここでは結論だけ書きましたけれども、まあ、ラージ n を2の n 乗と置きまして、それからまあ f と g を、まあ、r、 これはまあ、まあ、例えば、まあ、間とかの次数でもいいと思いますが、まあ、r 乗の1変数多項式間と、それからまあ f と g の次数、あ、ごめんなさい、これこのスモール n はこれラージ n だと思いますが、ちょっと後で確認しておきますので、ちょっと注意しておいてください。の時に、その空壺の乗算によるその F と G の乗算の計算量、この場合の乗算の計算量は R に関する指則演算の回数ですけれども、これが N のログ3乗とで抑えられるということが示されます。ここまでよろしいでしょうか。はい、
ということで、今日はその高速乗算法の中で、比較的最初にやる方のアルゴリズムなんですけれども、唐津波の乗算のアルゴリズムについて紹介しました。でそこでは整数の多倍長整数の乗算のアルゴリズムと、それから一変数多項式の乗算のアルゴリズムについて紹介をしました。で、次回、最終回になりますけれども、次回はですね、そのもう一つの高速乗算法として、高速フーリエ変換、いわゆる FFT を用いた方法について紹介したいと思います。で、そこでは主に説明する内容はですね、離散フーリエ変換というのが出てきまして、でこの離散フーリエ変換を高速に行うため の, その高速フーリエ変換という手法ですね。でそれから、FFT が本来いろいろな用途に用いられるんですけれども、その FFT の応用の一つとして、FFT を用いた一変数多項式の高速乗算法について紹介したいと思います。ここまでよろしいでしょうか。それでは今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。